アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。いやー、暑い日が続いてますね。梅雨、どこ行ったんやろかと思ってたらいつの間にか梅雨明けをしまして、もう間もなく茅ヶ崎海岸、サザンビーチも海の家、開場いたしまして、夏本番というところなんですけども、今日もあの海まで散歩に行きますと、もうあのサザンビーチのところにはこの V、この遊泳ここまででおいでくださいねっていう V とかが設置されて、海の家ももう準備万端というところになってます。ただ気になるところがですね、海岸歩いてると、水色の透明ななんか綺麗なプラスチックみたいなものがたくさん、落ちてたんですね。これあの見つけても素手で触らないようにしてください。いつもよりも早い時期に出てきてるんですかね。カツオのエボシです。ということでネトラジースタートです。茅ヶ崎 FM、はい、改めましてこんばんは、 DJ 増本です。カツオのエボシって皆さんご存知ですか。時々茅ヶ崎海岸で散歩してると、まあお盆明けぐらいにいつもは見てた気がするんですけど、水色の透明でこの餃子みたいな、餃子をちょっともうちょっと膨らましたようなすごく綺麗な感じのものが、海岸に打ち上げられてるんですけども、これあの毒クラゲなんですね。はい、カツオのエボシと言いまして、かなり毒性の強い、刺されるといていていていっていうことになりますので、皆さんあの泳ぐときはですね、まああのT シャツ的なもの、ラッシュガードっていうんですか、ああいうのを着る、もしくはクラゲに刺されないような日焼け止めとか、そういうのもありますから、安全対策してから泳いでいただく方がいいんではないかなと思います。昨日まではなかったんですよ。今日行ったらそのカツオのエボシが大量に、打ち上げられてたんですね。サザンビーチよりは若干東側のあの球場の下あたりですね、海風テラスの下あたりの海岸のところら辺ですね、たくさん打ち上げられてましたので、まあ日によって、あのクラゲは自分で泳ぐわけじゃないですから、潮の流れに乗ってくるみたいですね。ですのでその潮の流れ加減によっては接岸しない時もあるんでしょうけども、これだけいるということはどこにいてもおかしくないという状態ですからね。一応あのちゃんとそういう、いろいろガードして泳いでいただく分には問題ないかと思うんですが、一応注意はしといていただいた方がいいかなというところで、今回、先にお話をさせていただきました。まああの海岸の方もですね、なかなかこの夏の風景になってきていい感じですよ。ただあんまり今まで行ってた時間帯に行くと暑くて死にそうにこの間なったんですけども、あの早朝に今行ってます。5時とか6時ぐらい、あのまだ25度でちょっと下回ってるぐらいで涼しいぐらいの時に散歩行くと、これまたあの朝の空気と、鳥の鳴き声、それから波音、最高ですよ。皆さんもぜひ一度行ってみてください。
が先 FM。 はい、聞いていただきました。声優セイミーウクレレソロです。この曲は7月のオンラインワークショップの課題曲になっております。ウクレレソロクラスですね、毎月第2と第4の日曜日、オンラインですので Zoom を使って全国どこからでも受講することができますので、ぜひですねこの曲弾いてみたいなという方は参加ください。譜面だけ購入する場合は330円ですけども、オンラインワークショップで譜面付きですよ、譜面付きで1000円で受講することができる、お安いですね。ぜひぜひやってみたいなという方、参加お待ちしてます。それから本日お送りしますこの後2曲なんですけども、この2曲は湘南ウクレレクラブの7月の課題曲になっております。まず1曲目聴いていただくのは今日出来たてほやほやなんですけども、明日があるさということで弾き語りの課題曲になります。この明日があるさというのは坂本九さんの、曲なんですけども、まあ他の方もいろいろカバーはされてるんですけども、オリジナルの歌詞の方で言ってみようと思います。オリジナルの歌詞、東京都知事の青島幸男さんが作詞されたということで、なかなかすごい、今の世の中では逮捕されてしまうんじゃないか、ストーカー扱いになってしまうんじゃないかなというような歌詞なんですけども、まあその当時の坂本九さんと言いますとちょっとこう純情な青年、爽やかな青年というような役とかも映画で割とやられてたようで、まあそのイメージの爽やかな青年のイメージで聞いていただくといいかと思います。で、今は死語になっておりますコウモリ傘が出てきたりですね、コウモリって言われても分かんないですよね。はい、そのコウモリ傘だったり、あとは、ダイヤルを回すという、これ最近の人には伝わらない、ダイヤルを回して君に連絡したどういうことなんやということなんですけど、昔の電話はプッシュ式ではなくてこのダイヤルを回してかけるので、ダイヤルを回すということが伝わるのはその世代、知ってる黒電話とかですね、知ってる方だけなんじゃないか。ビジョンはもちろんわかりますよ。うちの実家未だにその黒電話確かあったと思うんですけども、今回は途中からエンディングの方にかけて聞いていただきたいと思います。近日中に YouTube の方にこの曲アップしますので、その時までお待ちくださいということで、明日があるさ聞いてください。初めて行った喫茶店、ただ一言好きですと、ここまで出て、ここまで出て、とうとう言える僕、明日がある、明日がある、明日があるさ、明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう、明日がある、明日がある、明日があるさ。茅ヶ崎 FM。 はい、聞いていただきました。明日があるさということで、メロディーはコマーシャルやなんかで聞いたことあるんではないかなと思います。で、先ほど言ってた、ダイヤルを回すとかコウモリ傘が出てくる歌詞はこれの前の部分になりますね。で、まあ、セーラー服のお下げ髪とかそういうのも出てきますね。古き良き、歌詞だというところで、これは楽しんでいただければと。で、テンポもわりかし早めの軽快な感じになってます。
で、まあコードチェンジでパッ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 と、切り替えが難しいんじゃないのと思う方もいらっしゃると思いますが、このチャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカやらないで、コードだけヒュッヒュッヒュッと、変わるところだけ弾いていくと、それほど難しいコードは使ってないと思うんですが、まあその中でもこれはちょっと転調も入ってて、まあそれ以上のことは明日、明後日ぐらいに YouTube に動画が上がると思いますので、そちらの方を楽しみにしておいて聞いてみてください。それからYouTube の方にはカラオケバージョン、ベースクラスのためにベースの入ってないカラオケとか、ウクレレ練習するためにウクレレの入ってないカラオケ、それから歌の入ってないカラオケとかっていうカラオケバージョンも近日、7月に入ってからだと思うんですけども、用意します。で、練習会で練習して、湘南ウクレレクラブの練習会で弾き方を覚えてですね、そのカラオケと一緒に合わせて弾けば楽しんでいただけるということで、テンポもゆっくりしたテンポで、お送りしたいと思います。それから YouTube はテンポも落とせますからね、75% ぐらいまでに落としたりするとわりかし簡単に弾けるようになると思いますので、ぜひ挑戦してください。それではウクレレソロクラスの曲、好きにならずにいられない、どうぞ。はい、ありがとうございました。アコシュミネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最近ですね、マーチンの古いソプラノ、マホガニーボディですよ、ここから繰り出しますコロコロとした可愛らしい音が、まあウクレレらしくて、まあ BJ が一番最初にウクレレでこの音いいなと感じたのがこれだと思うんですけども、古き良きウクレレ、マーチンのソプラノ、マホガニー、これがソロも弾いてもいいですし、もちろん弾き語りで使ってもいいですし、というところで今回聴いていただきました明日があるさは、この伴奏の部分ですね、この古いマーチンを使ってるんですけども、こういう何とも言えない枯れた、あんまりこうパキパキしてないちょっと丸っこい音なんですけども、はい、今後はソロもこれで弾いていきたいと思います。最近お気に入りなんですけどね。はい、ということでアコシュミネトラジ6月は以上です。また7月にお会いしましょう。来週ですね。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM